円安を受けて東京株式市場は株価が値上がりしおよそ3か月ぶりに1万7000円台を回復しました。先週末 アメリカの8月の雇用統計発表後為替相場は円安の流れが強まり今朝の東京市場でも一時104円台前半をつけましたこの円安を交換し日経平均株価は200円を超える値上がりとなり取引時間中としては6月1日以来の1万7000円台回復となりました円高が一服したことで自動車や鉄鋼株などが買われています 午前の終わり値は先週末に比べ214円12銭高い1万7139円80銭となっています。